タイのバンコクからですね、フィリピンのマニラの向かう飛行機の中にいます。航空会社はフィリピン航空ですね。フィリピン航空で、便名が、PR753 便ですね。 PR753 便で今乗って行ってるところです。で今機材がですね、フィリピン航空エアバスのやつになってるんですけど、エアバスの340300かですね。 E42 の配列です。まあすごく大きくもなければ小さくもないところですね。で前こんな感じですね。でスチュワーデスさん、結構白い子多いな、この乗ってる子は。こんな感じですね、スチュワーデスさん、まあ、ある程度可愛いかもしれませんね。で後ろもこんな感じでね、こんなこのくらいの席もあるんですけど、後ろ誰もいない、ガラガラです。あんま人気ないみたいですね。今乗ってるのは大体60人ぐらいです。で、これからですね、マニラですね、バンコクから大体3時間10分到着するんですけど、ね、でフィリピン航空、評価はどうでしょうかね。そんなに高くないですね。サービスはあんま良くないと思うし、あとは安全性とかも考えるとあんま良くないって言われてますね。ヨーロッパ線 EU が乗り入れを禁止したぐらいですからね、それに選ばれちゃったんで、フィリピン航空、フィリピンのフラッグ会社ですけどね。なんであんまり安全性は良くないかもしれないです。あんまり墜落した時はないですけどね。国内線結構墜落してるみたいですけどね。まあでもたまにはね、日本からだったら大体東京、大阪、名古屋、福岡から毎日ね、ほぼ飛んでますし、東京、成田からだったら、セブですね、セブまで、週5便